おはようございます。おはようございます。今年もヤリイカシーズンやってきました。そうです ね、 ね、はい、今シーズンどうですか？そうですね、もうあの9月にスタートして今年も順調なノリです、うん、はい。じゃあ今日楽しめそうですね、はい、新しいロッドが台場から出ました、はい、極栄ヤリイカシリーズの91と82です、ね、はい、こちらがまあ掛け調子。そうですね、こちらがノリ調子、ノリ調子、はい、ちょっとこの竿で今日はしっかり楽しんじゃいたいと思います。はい、よろしくお願いします。1投目いきましょう。さあ1投目、ちょっと北風が強いね。さあ今日のヤリイカのご機嫌はいかがでしょうか、うん、どうかな。サバがいない。サバがいな、無事に着底しました。サバがいない、無事着底。巻き落とし。なかなか変わりませんね。今127メーターって言われて、棚が下の方なんで、今ちょっと下の方を丁寧にやってますけど、なかなか変わりがないですね。乗ったよ。あ、乗った乗った。乗った。すごい感度いいですね。感度いいですね、やっぱこれ91だから。すごい感度いい。そう、ほら子先にクンクン出てる。もう重りがほとんどそこにつくかつかないかのところで乗ってきた。さあ今日の初物、ね、スタートで使ってるのはダイワのミッドスティックスパイラルという角、7本角です。さあ、あと15メーター上がっていきますよ。でかっ。あ、スルメだ。スルメちゃんでしたね。よく引くと思ったら最初はヤリではなくスルメちゃんでした。いよいよ今年もヤリイカのシーズンがやってきました。例年こう西からスタートしていくヤリイカですけども、剣崎の方でも釣れてるらしいんで、今年はね広い範囲で早い時期からスタートしてるんで、期待できます。今年ダイワは極栄ヤリイカシリーズで、この91と今私が使ってる91と、あとこうヤッコさんが使ってる82、この2つの調子を新しく発売いたしました。そして長さも、まあ、スタートは175、これを175センチ使ってます。91はもう一つ155という短い調子、これはもう直結なんかで非常に、やりやすい長さだと思います。逆に82の方は少し尺二のストロークを長く取れるように190センチという、長めのモデルも出てますので、ぜひこの辺をですね、いろんなシチュエーションに合わせてお好みの1本を皆さん選んでいただけたらいいなと思います。今着底したら糸吹きを取って一尺り目、ここで一回乗るポイントで、しゃくってしゃくって止めて、ここも乗るポイント、こういう感じになります。あ、乗った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 、ほら私が使ってるのは MH 極栄ヤリイカ MH175 の82調子っていうのですね。お、ヤコちゃん来た。来ましたね。それはヤリっぽいっすね。綺麗に巻いてますね、うん、
メタルのところもやっぱり感度が良くて、一つ前の極栄よりかはちょっと張ってる感じもしますけど、その分あの先端の感度が良くなってるような気がします。でもう薪に入ると本当に8人調子っていう感じで、もう綺麗にこう負荷が分散されてるので、これバレにくい竿になってると思います。それはやりでしょう。いた、やりだ。あ、やりイカですねはい、2017シーズン初物ですねやってないからしゃくってみよう。うん、立ってみて。あー、すごい張ってる。やっぱり全然違う。うん、なんかいいな。でもあ、これはブチさんがすごい好きそうな感じわかる。うん、でも91って言っても短い長さを91にしてるから、うん、極端な91じゃなくて、この長さで8になるぐらいの91なんで、先の感度は出るけど、あの弾かないぐらいな柔軟性があるっていうか、あのこの長さの中で綺麗にあの負荷を逃がしてってるんで、うんうん、ツンツンした91じゃなくて、そうそうそう、こうしなやかな8に近い91っていう感じに仕上がってますね。ありがとうございます。これは使いやすいですね。特にこれはあのヤリイカ直結やる人は最後取り込むとき、こうどうしても一手で取りたいんで、このぐらいの長さの方がこれあの使い勝手がいいと思います。そろそろヤリイカ起きたからしいな、ねえそろそろ起きてくれないと。こっちは8-2の調子の竿なんで、このぐらいであの待ってる時も若干もうちょっと入ってる感じの竿ですね。でもこれがあのこういうふうに当たりが出るんじゃなくて、クックックっていう感じで当たってくるんで、当たりの見方としてはあのこう弾く感じというよりは入っていく感じでイカが乗ると当たりが出ると思います。この位置で止めてちょっとカーブを描いたまんまの調子なんで、そういう竿になると思います。あ、乗りましたね。これ乗ってる乗ってる。やっぱりすごい。これ多分スルメだと思う。こっちも乗った。うん、一緒に乗った感度良すぎですねこれこの乗った時の曲がりがこっちの方が胴に入ってるんで、これが8-2の方ですね。こっちの方が乗った時の感じがもう今同じに乗ってるんですけど、全然胴の方まで来るんで、細身なんですけどもうこの辺で支え切っちゃってる感じですね。ここから先のところはもうあの負荷に応じて入っていく感じなんで、これあの打点掛けしてもスルメが乗ってもそのまんま綺麗に入っていっちゃう、そんな感じの竿に仕上がってます。これはスルメだと思いますなんかこうイカが暴れてる様子がこう まさに手に取るようにそんな感じでこうイカが抱いた時とか乗った時とかツンツンって、今みたいにグイグイっていうのも全部こう海中の様子を伝えてきてくれるんで面白いですねこれはなんかすごく今イカがどういう風になってるんだろうとか、どんな風に引いてるんだろうっていうのがそういうのがすごく伝わってくる竿になってるんで、使ってて面白いです。やっぱりスルメでした ね。やっぱりあれだけもうギュン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 ずっと引いてるんで本命はヤリイカなんで。そろそろ3点掛けしよう。
お、来た、ヤリイカだ。着乗った、着乗った、2人でこれはあげたい。しかも1個じゃないよこれ。おお、いっぱいついた、いっぱいついた、いっぱいついた。お、ほら、3点掛けって言ったらいっぱいついたで。シャーク来るなよ、サメ来んなよ。いっぱいついた、いっぱい釣ってもどうだろう。でも3つ、お、宣言通り3ついるかも。すごい。 あとそのスパイラルの角からミラーに変えたんですよ。あ、それもあるかも、アピール度を強くした。あ、これはいってますね。あー、なんかヤリイカはやっぱりそう、こう状況によって乗ってくる角が変わってくるんで、うん、そういうのも臨機応変にやるっていうのもね、作戦の一つですね。ね、そう、うん、一番上からいたー。あー、すごい、いるいる。下はスルメだ。麦、麦ニセぐらいの感じ。まだいるよ。ほら、ほら、ほらほらほら。すごい。ほらほらほら。やっぱりミラーだ。4つ。ミラーですね、それは。よし、麦1個で、槍が3つ。うわー、地味に1個。あ、2個いる、2個いる。ヤコちゃんも2個？うん。イエーイ。じゃあちょっと。これはいいとこ入りましたね。麦1。同じようなサイズだけど、1個麦。槍3つ。4点掛けでした。ミラーの方が良かったかなっていう感じですね。じゃあ、ちょっと直結でやってみたいと思います。ノリが渋いんでちょっとなかなか難しいかなとは思うんですけど、なんとか乗せてみたいと思います。これやりやすい直結も最後に、うん、ハチミでも大丈夫。うん、ふーっと持ってきて、ふーってやって、あ、乗った乗った乗ったね。これは直結にも来た、乗った乗った来た、やったー、お見事、直結行きました。着乗れ、着乗らない。もう終了、着乗った。お、ぐちさんが190で乗りました。この長さあると乗ったらバレにくいっすよ。これが長竿のメリット。あと海が悪い時とか、うん、あとしゃくり幅がね、そう、出せるっていうのが稼げるんで、うねりなんかがあってもしゃくれちゃうっていうね、ですね、うん、そう、190の竿でこのイカのあたりを捉えましたよ。91-155です。91-155。こんな短いです。でもこういうの好きな人多いですよね。ですね、うん、最近はこれはもう今度メカンド、スーパーメタルトップだからメカンドも出るけど、もうこの長さだとテカンド手にビンビンきますから、もうなんだろう、こう使い回しがいいっていうかね、うん、とにかく持った感じがめちゃくちゃ軽い、なんか乗りそうな感じ、気のせいかな。ほら、おお、この竿面白いかも。ハマっちゃうよ。ね、本当長さ的には電動直結のスルメイカの竿っていう感じの長さなんですけど、ちゃんとこの先端の感度のいい穂先、これねすごくヤリイカには使いいかもしれない。あとは最近ちょっと小柄な女性とかもヤリイカやるので、そうするとやっぱり長いとちょっと振り回しきれないっていうかね、なんで短い方が、バットも少し長めで脇に挟みやすくなってるんですね。バッドエンドもサイドをカットして脇に挟みやすくなってるから、持ち疲れがしない。重り120号あるいは150号でも1日疲れずに手持ちで誘い続けることができる。そう、
小さなふわっとしたあたりをね、キュッてかける掛け合わせ、もうそれには最高。ほら乗った乗ったよ。短いからね、竿が短いから、ほら引きがダイレクト、手にビンビン伝わってきます。おい、いたいた、イエーイ。うわ、真っ黒丸イカのようなまあ、初期のヤリイカのサイズ、まさにこんなサイズですね。すごいねこれすごいちっちゃいあたりだ。